バーバラ・マクリントック、バーバラ・マクリントック、バーバラ・マックリントック、1902年6月16日から1992年9月2日は、アメリカ合衆国の細胞遺伝学者、トウモロコシを用いた染色体の研究で知られる。トランスポゾンの発見により1983年にノーベル生理学・医学賞を受賞している。コネチカット州ハートフォードに生まれる。 1923年にコーネル大学を卒業し、1927年に同大学で植物学の分野で博士号を得る。コーネル大学や NRC で研究員を務めた後、1936年から1941年までミズーリ大学で助手になる。1942年から1967年にワシントンカーネギー協会の遺伝子部門の コールドスプリングハーバー研究所の研究員となる。マクリントックがトランスポゾンの存在を発見したのは DNA の構造が判明する以前の時代であり、あまりに先駆的な学説に長らく学会で無視されていた時代もあった。その学説が後年の分子生物学の技術の発展により証明されるに至り、81歳と高齢でのノーベル賞受賞となったが、 その一報を聞いたマクリントックは、まあ、と一言つぶやいて、いつものように、トウモロコシ畑に帰っていったという。また、1970年には、ニクソン大統領より、アメリカ国家科学賞を、1982年には、トネ川進む、1987年、ノーベル医学賞受賞者と共に、コロンビア大学より、ルイザグロス・ホロウィッツ賞を授与されている。 バーバラ・マクリントックは、医者トーマス・ヘンリー・マクリントック、ピアノ教師サラ・ハンディ・マクリントックの4人の子供の3番目として、夫妻の結婚に4年目に、コネチカット州ハートフォードに生まれた。非常に早熟で、一人で何でもできることを呼ばれていた。両親は、トーマスの医学部卒業直後に結婚しており、バーバラの幼い頃はまだ父の稼ぎが少なく、 母もピアノ教師として家を空けることが多かったため、バーバラはよく一人で置かれた。弟が生まれると、バーバラは口べらしのため3歳頃から学校に上がるまで、ニューヨークブルックリンクのおば夫婦の家で育てられた。バーバラは一人で遊ぶことが多かったが、しっかりした子でお天ばとも言われた。おば夫婦は鮮魚の行商をしており、幼いバーバラはそれに付き添い、後に、 大変楽しかったと思い出を述べている。ただしこの別れがやや影響し、その後も父とは仲良かったが、母とは若干不仲となった。5歳になると家計は少しずつ好転し、バーバラも家に戻り、家族と共にブルックリンに移った。両親は子供の自主性を極端に重んじた。例えば子供が帰宅後縛られることがないように、学校に対して、 子供に宿題を出さないよう申し入れている。また、スポーツなどで男の子ばかりと遊ぶバーバラを注意する。学校、近所のおばさんとする話もあるに対しても、好きにさせるよう申し入れている。さらにはバーバラが、学校に行きたくないと言い出した時には一学期もの不登校を認めている。当時から、バーバラの集中力はものすごく、多量の読書をこなし、時に瞑想にふけた。 ピアノのレッスンを始めた時には、あまりの熱心さのため、体を壊すことを心配した母親に止めさせられたほどである。バーバラはブルックリン路に進み、そこで科学に興味を持ち、大学への進学を希望した。しかし、父トーマスが第一次世界大戦の従軍医に取られて、家計的に苦しく、娘が高学歴を持てば婚期が遅れると思い、実際バーバラは死ぬまで独身だった。 母サラは反対した。実際、一度は職業紹介所に就職した。それでも帰国した父はバーバラを助け、1919年にコーネル大学への進学を果たした。大学の授業料は免除となり、大学進学が決まると手続きに関して母親は熱心に協力した。当時、女性が大学で学ぶというのはまだ必ずしも一般的ではなかったが、コーネルは 比較的女性に開かれた大学だった。後の両親の記憶によれば、当時のバーバラは、進学先をコーネル大学に限ると決め込んでいたが、バーバラは、自分がなぜコーネルを選んだのか覚えていないと、語っている。バーバラ・マクリントックは1919 19年にに、進学した。専攻は、植物学を選んでいる。1年生の頃には男子に人気があり、 たびたびパーティーに誘われている。男子とのデートも頻繁だったが、友達の中で自分一人が誘われることがあることに逆に嫌気がさし、三年生の頃には付き合いをやめている。マクリントックは必要以上の講義に登録し、ちょっと受けてみてつまらない講義はそのまま行かず、単位を落としていたので、学部時代の記録上の成績はあまり良くなかった。一方、 在学中の1921年に初めて遺伝学を学んでいる。このコースはハーバード大学を模したもので、教師は植物栽培学者、遺伝学者のだった。ハッチソンはマクリントックの学祭に目をつけ、1922年には大学卒業生向けの遺伝学コースに参加するよう電話をかけている。マクリントックは後に遺伝学を志したきっかけについて、 このハッチソンからの誘いかけだったと言い,い、この電話が私の生涯を決め、その後も遺伝学に泊まることになったと語っている。1923年には学士 BSC を取得した落とした単位が多かったため標準年数では卒業できなかった。学部生の頃にはテナーバン上でジャズバンドの即興演奏もやっていたが、学部を卒業する頃には、 生物学に集中するために止めている。翌1924年からは自身の研究と並行して植物学の指導教員となった。当時のコーネルでは女性が遺伝学を専攻することはできなかったので、1925年に取った修士号、1927年に取った博士号は植物学に関するものだった。マクリントックは 仕事をなすためにチームが必要なことをよく知っていた。マクリントックは卒業研究を始めた頃からトウモロコシを敵に研究するための人材を集めていた。当時のコーネル大学では育種の専門家と染色体の専門家との協業がほとんどなかったため、マクリントックはチームにその双方を招いた。チャールズ・バーナム、ジョージ・ウェルズ・ビートルなどがいる。 植物育種学課長のがチームを応援した。当時エマーソンはトウモロコシの遺伝学についての権威であったが、細胞遺伝学については詳しくなかった。しかしエマーソンはこの後も長きにわたってなかなか良い、職を得られないマクリントックに研究場所を提供することになる。ジョージ・ビードルやも生涯の友となった。マクリントックは細胞遺伝学を研究するにあたって、 トウモロコシの染色体を視覚化する技術に注力した。この技術の一部は後に教科書に採用され、遺伝学を専攻する多くの学生が学ぶことになった。マクリントックは、トウモロコシの染色体を酢酸カーミン溶液で染色する技術を開発し、トウモロコシが持つ銃の遺伝子の形態を初めて明らかにしている。マクリントックは、染色体の形態研究の成果から、 特定の遺伝子を受け継ぐトウモロコシをグループ分けすること、つまり遺伝的連鎖を明らかにすることにも成功した。マクリントックは雑誌に1929年に投稿した論文で3倍体染色体を持つトウモロコシの重要性について研究した。チームの一員でマクリントック障害の友、マーカスローズは後に1929年から1935年にかけて コーネル大学から発表された重要な発表の17のうち10までがマクリントックの成果であると述べている。当時は気分転換にテニスをするのが好きでチーム仲間で大学院生のクレートンがよく相手をした。1931年、マクリントックはクレートンと共に総動染色体の減数分裂時の乗り換えと遺伝形質の組み換えに関係があることを証明した。 つまり、二人は染色体の乗り換えがどのように起こり、それがどのように表現型に現れるかを観察した。これまでも遺伝的組み換えが起こるのは原数分裂の時であるとの予想はされていたが、それをトウモロコシで実験的に証明したのは初めてだった。マクリントックはトウモロコシとしては初となる染色体地図を作り、その中で トウモロコシの第9染色体に含まれる3つの遺伝子の表現形を明らかにした。この知見と技術は長らく、マクリントックとクレートンの研究の武器となった。マクリントックは、この研究成果を大概発表するにはまだデータが不足していると考えており、翌年のクレートンの博士論文の題材にするつもりだったが、症状映えを使って初めて染色体地図を作ったトーマス・ハント・モーガンが、 たまたま訪れた、才の強い勧めにより論文投稿され、モーガンの推薦で特別に早く、米国科学アカデミー企業に掲載された。当時ドイツのもほぼ同じ研究をしていたので、モーガンの、この計らいがなければ、この発見の栄誉はマクリントックに与えられなかった、可能性が高い。モーガンはこの後もマクリントックに対し、しばしば重要な助力をすることになる。なお、モーガンは、 この2年後の1933年にノーベル賞を受賞している。これらの研究成果により、また同僚の指示があったことにより、マクリントックは全米研究評議会から2年間分の研究奨学金を与えられた。当時、コーネル大学は女性研究者を正教員として雇うつもりが全くなかったので、マクリントックはこの資金を使い、職探しを兼ね、 博士研究員として、コーネル大学のほかいくつかの大学を渡り歩いて、研究を続けることになった。ただし、コーネル大学は雇用以外の点ではマクリントックに協力的であり、コーネル大学を去った後にもマクリントックに畑を貸し、実験器具も貸し与えている。マクリントックは、大学館や畑を移動する足として、中古のを買っていた。マクリントックは、 少ない生活費の中から車の維持費を捻出し、新しい洋服を何年も買わなかった。そもそも、生活費より多い収入を欲しいとも思っていなかった。1931年の夏休み期間、29歳、頃、マクリントックは遺伝学者のに招かれて、ミズーリ大学で過ごした。スタドラーは、トウモロコシの花粉に、X 線を照射して、異常を起こさせること、つまり、 X 線で突然変異を起こさせる技術を持っており、マクリントックは早速、自身の研究に応用した。突然変異を起こした株は、染色体にも異常が生じており、その株が原数分裂を起こす際に染色体に手に逆位、欠損が発生することを、マクリントックは観察した。水ズーー大学にいる間、マクリントックは歯に、不入りのトウモロコシを見つけていたが、 その時は気に留めていただけだった。しかし、ミズーリ大学を離れた後にマクリントックは、カリフォルニア大学バークレー校が発表した、不入りタバコに関する論文を読むことで、そのトウモロコシが思っていることに違いないと確信した。そこでスタードラーにその考えを伝え、不入りのトウモロコシを育てるよう依頼した。その冬は、カリフォルニア工科大学で過ごし、翌1932年夏、 そのトウモロコシの実がなる少し前に再び、ミズりリ大学を訪れた。そしてその実を観察することで、感情染色体を発見した。ただし、これは、世界初の発見ではない。全米研究委員会の研究奨学金が切れた1933年、31歳頃、マクリントックは、モーガン、エマーソン、スタドラーの推薦で、ドイツのを得た。当初の予定では、 クルトシュテルンの元に行く予定だったが、シュテルン改めカートスターンが1932年にアメリカに移住していたため、カイザービルヘルム研究所のの元で研究した。しかし、ちょうどその時誕生したナチスドイツの政策により、親しい研究者が迫害されたりしたため、ドイツはマクリントックにとって全く居心地が良い場所ではなく、わずか6ヶ月でコーネル大学に戻った。 マクリントックは帰国後も職を見つけられなかった。コーネル大学に限らず、当時女性研究者には、ほとんどの場合、研究助手や研究者の妻といった形でしか仕事の機会が与えられなかった。しかし、マクリントックは女性向きの仕事を拒否した。かといって、男性向けの仕事が与えられることもなかったので、結果としてマクリントックは研究以外の仕事をすることがほとんどなく、これが、 反抗的と解釈されることもあった。マクリントックは気難しいという評価をする人も多く、モーガンはマクリントックは世間に敵意を持っているようだと語っており、マクリントックの優秀さを認める研究者も自分の研究室でマクリントックを雇おうとはしなかった。なお、今日、マクリントックは女性だったため、能力に見合った待遇を得られなかったと解説されることが多い。 これは主にマクリントックとその知人を直接取材して作られたエブリン・フォックス・ケラーの半世紀に基づいている。ところがマクリントックの死後電気を書いた科学史アのによれば状況が若干違っている。コンフォートはケラーの電気は女性であるがゆえに正しく評価されなかったという点に重点を置きすぎており大げさであると述べておりマクリントックの電気を読む際には 若干の注意が必要である。モーガンは、ロックフェラー財団に働きかけ、その会いあって1934年10月から1年間、マクリントックに、計1800ドルが支給されることになった。この頃に、マクリントックの父トーマスは、ロックフェラー財団に、娘の就職の世話を依頼しており、これに対してマクリントックは大きく不快感を、示している。一方、 コーネル大学卒業以来の同僚だったマーカス・ローズもハーバード大学への就職が決まり、マクリントックはコーネルでの親しい同僚をほとんど失った。ロックフェラー財団からの式に援助は、その後1年延長されたものの、3年目はない旨が明言されていた。不安定な地位にマクリントックの式は上がらず、1935年には論文2法を発表するものの、 1936年には研究人生始まって以来の論文例という結果になった。ミズーリー大学のルイス・スタドラーはマクリントックに職を与えることに熱心だった。スタドラーは大学の事務局を説得し、1936年の春にマクリントック、当時33歳を研究助手として雇うことに成功した。実力から言っても、 年齢から言ってもマクリントックには低すぎる待遇だったが初めての常勤でありこれによりマクリントックは研究に専念することができた年俸は2700ドルであった1937年時点マクリントックは X 線を使った遺伝に関する研究をさらに進めた1938年マクリントックは染色体のセントロメアの細胞遺伝学的な 分析手法を考案し、セントロメアの構造と役割について報告している。この頃に、マクリントックの研究スタイルはほぼ確立していた。マクリントックは、単調な作業を含めて、実験は自分の手で行うべきだと考えていた。得たデータを無理に自分の仮説に当てはめようとはせず、少数の例外についても注意を払った。そして、 仮説を述べる時には必ず実験的なデータを準備するようにした。しかし、ここでの生活も長くはなかった。マクリントックは、今の地位がスタドラーの行為によるものであり、普通のものではないと感じていた。例えば教職員の会議に呼ばれることもなく、他の大学から就職話が来てもマクリントックには知らされなかった。1 9 3九年十七歳頃には、 アメリカ絵伝学会の副会長に選ばれたが、大学での地位は助手のままだった。マクリントックは自分よりも業績が劣る研究者が助教授になって行くのが不満だった。マクリントックにも多少の問題があった。鍵を忘れた時に壁をよじ登って研究室に入ったり、大学院生は深夜に実験をしてはいけないという大学規則を独自の判断で破らせたり、 優秀な学生の進学先に、水売り大学以外の研究室を勝手に進めたり、大学の行事に参加しなかったり、コーネル大学でのトウモロコシの収穫、まだ、コーネル大にも畑を持っていたが遅れた場合に講義を、休校にしたりと、大学側の都合はお構いなしだった。また、頭の悪い人間と議論するときに容赦がないところも、あった。マクリントックを、 ミズーリー大学に招聘したスタドラーデーさえ、マクリントックから見て、実験技術の点で劣っており、辛辣な批評対象となった。マクリントックのこのような態度に、周囲は憤慨した。当時も変わり者の研究者は珍しくなかった。女性の研究者も、皆無というわけではなかった。しかし女性で変わり者という研究者は珍しく、世間はマクリントックを持て余した。 このような理由で周りとうまくいかず、結局所属学部長と喧嘩になり、1940年の夏、38歳にミズーリー大学を辞職した。マクリントックは、長年の友でコロンビア大学教員になっていたマーカス・ローズが、コールドスプリングハーバー研究所に畑を持つことを知り、自分もそこで働くことを希望した。マクリントックは、ここの遺伝部門長とも知り合いだったので、 手紙を書き、就職の世話をしてもらった。コールドスプリングハーバーはもともと夏季限定の研究機関であり、冬になるとマクリントックと話ができるような研究者がいなくなってしまうのが難点で、マクリントックはしばらく迷っていたが、1942年には、とりあえず1年契約の臨時雇いの形で、就職した、ここが結局生涯の職場となる。当時は、 第二次世界大戦の影響で食料やガソリンが不足していた。そのため研究所外との交流は大幅に制限されることになったが、その分研究には専念できた。マクリントックの研究は進み、そのいくつかが論文として発表された。1944年春42歳頃、マクリントックは女性としては史上3人目となる米国科学アカデミーの会員に、 選ばれた。また、コーネル大学時代からの友人で、スタンフォード大学の教授ジョージウェルズ・ビードルに誘われ、同年に短期間、スタンフォードを訪れた。ビードルはマクリントックに当時不明だった赤パンカビの染色体の挙動観察を依頼し、マクリントックはわずか2ヶ月でその仕事を完成させた。さらに同年、マクリントックは女性としては初めて、 アメリカ遺伝学会の会長に選ばれている。マクリントックはコールドスプリングハーバーに戻ると、その後6年をかけて、後のノーベル賞受賞理由となる一連の研究に取り組んだ。1944年の夏、19歳歳したのがコールドスプリングハーバーに来ると、マクリントックは彼女を日々の研究成果の話相手に選んだ。ビトキンは大腸菌の研究者ではあったが、 マクリントックを崇拝し、マクリントックの研究を理解しようと努めた。その結果、マクリントックに私の研究を理解するただ一人の人間と認められた。マクリントックは友人のマーカス・ローズでさえ自分の研究を完全には理解していないと考えていた。1948年、後に DNA を発見するジェームズ・ワトソンが大学院生の立場で コールドスプリングハーバーの夏季講習に参加しており、マクリントックのトウモロコシ畑の隣で野球をしていたと語っている。マクリントックは、しばらくの間、自身の研究成果は研究所の年俸に載せる程度であり、発表よりも研究データの積み重ねに注力した。そしてついに1951年、49歳頃、コールドスプリングハーバーのシンポジウムで成果を発表した。 6年かけただけあって、マクリントックに言わせればデータは、あらゆる反論に備えた、完璧なものであった。当時、遺伝に DNA が関係していることは判明していたが、その役割までは分かっていなかった。それでも、遺伝子が糸で結んだビーズのような構造をしており、原数分裂の時に稀に一部が切れたり繋がったり、するとの考え方はあった。 遺伝の研究は急速に進んでおり、今まで神秘的ですらあった遺伝の仕組みが近い将来には古典的な物理現象を、とりわけ科学現象として説明できるだろうと予想されていた。マクリントックの発表は、このような学会主流の予想に全く逆行するものだった。マクリントックの発表によれば、減数分裂の際、一本の遺伝子の一部が、 同じ遺伝子の全然別の部分、あるいは別の遺伝子に移動する場合があることを示していた。マクリントックはこの現象を遺伝子内の要素の動き、トランズパッションと呼んだ。マクリントックの説が正しいとすると、数珠つなぎのビーズで例えるならば、たった1回の減数分裂の間に、5から10個目のビーズの一群が、こっそり移動して30個目と31個目の間に、 割り込むようなことがあり得ることになる。ビーズとビーズの間が切れたり繋がったりすることはあり得ても一部が別の場所に割り込んでまで移動するというのは奇想天外だった。この考えは遺伝子の複製は単純な物理法則に従って行われているという当時一般の予想に重大な疑問を投げかけるものであり当時の研究者に受け入れられるものではなかった。聴衆は マクリントックの発表を沈黙で迎えた。マクリントックの観察によれば、聴衆の一部は失笑し、何か、ぶつぶつと呟く者もいた。マクリントックは、このような聴衆の反応に、かなりのショックを受けた、ずっと後になってからの話であるが、この時の聴衆がマクリントックを否定したり、聴笑したりしたわけではなく、単に、マクリントックの説明を理解できなかっただけだと、推定する人もいる。 学会発表という形式が悪かったわけでもなく、1953年にマクリントックが発表した論文に対する別釣り、請求はたった2件だった。当時は手軽なコピー機がなかったので、じっくりと読みたい論文があれば、研究発表者が持っている別釣りを送ってもらうのが普通だった。研究発表者は別釣り請求の高で自分の研究の反響を知ることができた。 1953年、ジェームズ・ワトソンとフランシス・クリックは DNA が二重螺旋構造を持っており、その複製原理をシンプルに説明できると発表した。これにより、マクリントックの学説はますます理由の説明が困難になった。マクリントックの研究の一部腹により確認されていたが、このような協力的な研究者は少数だった。 マクリントックは1956年にも発表を試みている。1951年に発表した DSAC 系に加えて SPM 系というさらに複雑な、それだけに動く遺伝子が存在するとしか考えられない例を発表した。しかしこれにも大した反響はなかった。これらの事件の後、マクリントックの対人関係に大きな変化が起きた。今までは よく依頼講演を引き受け、他の研究者の訪問も歓迎していたが、次第に孤独を好むようになった。例えば巧妙な分子生物学者、ジョシア・レーダーバーグが訪ねてきた際に、彼が傲慢であるとして30分で追い返してしまった。レーダーバーグは周囲に対して、マクリントックは、チガイか、はたまた天才かとの感想を漏らしている。一方で、ドイツの遺伝学者シャーロッテ・アウアーバッハ、 シャーロット・アワーバックのように、マクリントックから丁寧な説明を受け、その後は熱心な支持者になっている人もいる。マクリントックの半世紀を書いたは、同時代の物理学者ファインマンも当時の人々に理解不能で、奇想天外な仮説を発表をしていたが、彼はダイソンという世間との通訳を持っていたため、早くから正当な評価を得ていた。マクリントックの研究が理解されなかったのは、 適当な通訳がいなかったためであるという意味のことを述べている。マクリントックは研究発表者としてはいわば暇になったため、1957年55歳頃からアメリカ国立科学財団とロックフェラー財団の資金援助で南アメリカの野生トウモロコシの遺伝子の研究を行った。動く遺伝子の研究自体は続けており、周囲から コールドスプリングハーバーを長年うろつくバーサンとの異名をもらっていた。財団の目的は野生トウモロコシの絶滅危惧,危惧状況の把握だったが、マクリントックは合わせてトウモロコシ栽培の電波、さらには人類の移住と交易の歴史を知ろうとした。スペイン語も習得し、1958年から60年には南米に住んでの研究を行った。1962年からは、 ノースカロライナ州立大学の4人の研究者の顧問閣となった。この研究は長く続けられ、1981年には、アルミノ・ブルーメンシュタイン、竹岡等、ドクター・竹尾エインジェル・加藤山掛け、2010年、現在の教授と、教著で成果を論文発表している。1960年、58歳頃、フランソワ・ジャコブとジャック・モノオは、 DNA が単なる塩基配列の集まりではなく、遺伝要素を発現させるために必要なオペロンと呼ばれる部分をいくつも持ち、タンパク質の生成には、離れたところにある複数のオペロンが関与するのだとする、いわゆるオペロン説を発表した。マクリントックは、この説と自分の研究成果とには、非常に多くの類似点があることに気づき、それを論文にして死に投稿し、物にも写しを送った。 しかし、モノオですらマクリントックの研究の重要性に気づけず、1961年の創設の中で、マクリントックの論文を取り上げていない。マクリントックは1965年にも、ブルックヘブンのシンポジウムで発表しているが、そこでも手応えは得られなかった。なお、モノオは、オペロン説などの業績が認められて1965年に、ノーベル賞を取っている。動く。 遺伝子の反響は、ほとんどなかったが、それ以外の点が評価されることは多くなってきた。まず1965年、63歳頃に、母校コーネル大学が、アンドリュー・ディクソン・ホワイト記念教授、ただし非常勤の地位を与えた。1967年には、コールドスプリングハーバーの功労研究員となり、死の年までこの職を務めている。1970年には、 リチャード・ニクソンからアメリカ国家科学賞を得ている受賞式は翌年、教授の立場で学生と話すこともあり、ある大学院生が女の先生というものにはうんざりするという愚痴をマクリントックにしたため、マクリントックはしばしば女であることを忘れられた、この学生をたしなめている。その後ようやくマクリントックの動く遺伝子仮説を裏付けるような発見が、 次々と発表されることになった。1966年、らは、ある種のバクテリオファージが、最近の遺伝子の途中に、別の遺伝要素を挿入することができると発表した。これがあり得るということになれば、マクリントックの説も、奇想天外ではなくなる。さらには、サルモネラの薬剤耐性遺伝子が、バクテリオファージによって伝播することも、明らかになった。1972年、 ピーター・スター・リングラーとハインツ・ゼードラーは本格的な論文としては初めてマクリントックの研究を支持する見解を発表した。その後、症状外でも似た現象が起こることが明らかになるなど動く遺伝子の証拠が続々と見つかった。動く遺伝子はトランスポゾンと名付けられた。マクリントック自身も1978年に遺伝子が 環境の変化の影響を受ける仕組みについての発表を行っている。これらの発見を受け、マクリントックは1978年、ブランダイス大学からローゼンスティール賞を得た。1981年には、生涯に年6万ドルを受け取れるマッカーサー栄誉賞、その翌日には、アルバート・ラスカー基礎医学研究賞を受け、同年ウルフ賞医学部門から5万ドルの基金を得た。 これらの受賞理由のいくつかには遅すぎた評価ではあるがとの釈明が盛り込まれている。さらに1982年にはコロンビア大学からルイザグロスホロウィッツ賞が贈られている。受賞に伴いマスコミが騒ぐのにはうんざりしていたようで満場の記者会見の席ではあっさり早く静かな研究室に戻りたいですと述べている。それでもマクリントックはこの賞金で 初めて新車を買うことができ、ホンダアコードを選んでいる。女性科学者のによってインタビューに基づいたマクリントックの半世紀が出版されている。1983年にはトランスポゾンの発見を理由にしてノーベル生理学・医学賞を受賞している。1992年9月2日、マクリントックはハンティントン・ニューヨーク州で90歳で死んだ。 死の直前まで研究に興味を持っており、死の年の秋にもハーバードの友人から送られてきた著書を読み、その友人と電話で議論を交わしている。生涯見込んで、子もなかった。スウェーデンでは1989年にノーベル賞学者シリーズとして切手が販売されている。2005年5月4日、アメリカ合衆国郵便公社も科学者を描いた切手4枚組を、 販売しており、ジョン・フォン・ヌイマン、ウィラード・ギブズ、リチャード・ピー・ファインマンと共に37セント切って、風書料金分となっている。コーネル大学、コールド・スプリング・ハーバー研究所には、それぞれ小さいながらも、マクリントックの名を冠した建物がある。ベルリンのは研究都市として整備が進められており、通りの一つにマクリントックの名が付けられている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。